各自ワーッと出てきたのに、ちゃこちゃん、それも信仰を深めてることになるかな。どうかないきなり飛びつきましたよ、この人。あら、サンドちゃんに。ちゃんに譲ってみたら。自分のケージの方が伸びやかに遊ぶね。はい、あんずちゃん。なでなでしよう。なでなでしようよ。なにこれ。にしとこうかな。だんだん外に慣れてきたから、ちょっと小出しにしようかな。また隠れられないように。ジャン君の大ファンのアンズちゃんが出てくるから、アンズちゃんは必ずジャン君に挨拶に来ちゃうよね。3人が挨拶に次々来るんですよ、ジャン君。もうあの吉波みたいに。まあね、大人だから大丈夫かな。
んちゃんはライバルだからね。というよりはポンちゃんはどの人も嫌なんだよね、ジャン君以外はね。うん、そうね、あの人とジャン君以外はになってきたね。なんかそういう意味ではさ、あんずちゃんもそうだけど、冬に接近するね、みんなね。冬ってそういう効果があるんだね。あずちゃん、ご飯ですが、はい、はい、どうぞ。もうだいぶなでなでができるようになってきたから、外で遊べるようになると思うよ。うん、いいかだね。あと1回でね、抱っこさせてほしいんだな。だね、1回だとしますね。1回だとなぜかなぜかできない不思議なアンズさん、うん、まあでも2回でこんだけね、うん、なってきたから、そろそろ、ね、うん、はい。そしてなぜか元気なのにうんちがゆるいしおんくん。なぜですか？あんずちゃんと同じもの食べて、同じケースで生活して、しおんくん外でしおんくん、食欲はちゃんとあるしね。めっちゃありますよ。はい。はい、じゃあまずこれね、カリカリね。そしてこれね。よいしょ。はい、チョコちゃん。チョコちゃん、おいで。はい。あんずちゃん来るね、そりゃね。そりゃそうだ。細いところが見えないのも困るけどね。はい、あ、加えてる。よいしょ。それ返してくださいね。カメ食べないでね。